はい、ということで皆さん、久しぶりのね、このメンバーでね、ラジオのメンバーでですね、ちょっとフォートナイトやっていきたいと思います。めっちゃ久しぶりですね、これ、このメンバーでやったのは。あきゃ。確かに。まあ僕、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと、あれ一人なんかあれあれ、ちょっと待って、こいつ誰？プレステーションマークの方がですね、あ、そうか。ちょっと待って、引退したんじゃないっけな。引退あれば復活もあるってことよね。えお待たせ、佐々木です。佐々木行こうか。聞こえます、ね、どこの全然かっこよくないやんけ。うん、マジかよ。何引退解除ってこと？いやいや、引退したら復活もあるよって。待って、PS4 さ、売った、友達にあげたって言ってたじゃん。あげました、あげました。誰の PS4 でやってんの今。嫁。嫁。今どこでやってんの？嫁さんは？嫁さんは隣の部屋で寝てる。寝てんの？寝てる。マジか。いいの？使っていいって言ってたの PS4。使っていいって言ってた。まあでも嫁さんは。その喋り方なんだよ、腹立つの。確かに。いろいろ喋りたいことあるんじゃないですか、他には。じゃないの？確かにね。皆さんに謝らなきゃいけないこともたくさんあるんじゃないですかね。私のことは嫌いになっても、たまたすりたいのことは嫌いにならないんだけど、言えよ。うん、言ってほしいな。誰が有吉だ、お前。有吉だね、あっちゃんだよ。あっちゃった。じゃあ今回のね、トークテーマは、学生時代の思い出を、ほんと嫌、まあ、みんなで話していこうかなって思っています。まあ佐々木はもういろいろなんか話ありそうだからな。佐々木さんね、もう3個ぐらい出してんじゃないですかね。いや、でもさ、 YouTube で話せる話じゃねえんだよ。何やってきたんだよ、お前は。危なすぎだろ。犯罪者が。犯罪は犯してない。じゃあ私からいきますか。あ、玉尾さんの学生時代あんまね、ないじゃん、聞くこと。まあ俺の学生時代、まあ一番輝いてた時は、まあやっぱ水泳をやってた時かな。うん、いくつの時？まあ水泳自体は、2歳ぐらいからやってんのかな、俺。でも、うん、2歳もう0歳からもうプールに入ってたんだけど。え、何すんの？0歳って。人間じゃないんじゃない、本当は。うん、いや、もう0歳の時からもうプールに入れられてたんだけど、もう物心をついた時にはもうプールやってたんだけど。あ、これプールやってたんだ。ああ、そう、水泳ですね、水泳。あ、水泳ですね。プールやってたんだ。あら、まあちょっと自慢になっちゃうかもしれないですけど、私ですね、県1位とかね。おお。まあ中学2年生まではもうずっと県1位。もう俺、名前本名を調べちゃえばもう出てきちゃうぐらいの、そういう感じのね、水泳人生だったんですけどね。まあ、これもう挫折の話だよね。まあ俺もう中2までさ、もう体格もいいし、うん、そんな練習しなくても早いし。ああ、センスのタイプだ。練習するときはもう、まあ真剣に、まあやるっちゃやるけど、まあそんなね、食べ物気にしたり、なんかいろいろ水泳に対してあんまり全然気にしてなくて、まあそれでも勝ててたんだけど、まあ中学になってですね、まあ、ある日ですね、その、あ、違う、危ない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 、そう、だから、えってなって、なんか頭が、っていうか、なんかぽっかりとね、穴が開いてしまい、はい、まあそっから、まあ水泳をやめ、あ、まあゲームの人生になったわけですよ。まあそこがね、一番の転機かなっていう、人生の、まあ、そういう学生時代でした、私は。挫折を味わった、はい、水泳が得意だったのに、今のトラってはもうプカプカ浮くだけのデブになったって話。いや、泳げるよ、ちゃんと。一応県一だったからね。まだ海には帰らないですか？海には帰らない。なんでやねん、お前。遊具場にも行っても行くかも。遊具場。やめなきゃよかったとかは思ってないけどね。これ、まあ、ね、そこでやめなかったら俺多分今の YouTube やってる人生ないから。ああ、確かに。まあ、確かに、うん。確かにそうだな、それは。うん、だからまあ、後悔はしないですね。はい。まあ、そういう真面目なお話なんですけど。へー、金丸さん、あれ、うん、僕は、はい、高校時代が一番良かったかな。いや、いいな、一番青春の時じゃん、高校時代って。うん、俺もね、なんか、玉尾みたいにその
県1位とかそういうのじゃなかったんだ、うんうん、どっちかっていうと恋愛とかそっちを、いやもうそっちの方がね青春ですよ、青春してたね、付き合うことになった人と入るな、モードに入るぞこれ、入りまーす音楽変えて、うん、変わったなこれは、やっぱうん、好きな子ができたと、はいはいはい、でテスト前になるとノートをね貸してもらって勉強するわけですよ、うん、ノートを返しに行ったら、まあ、夕方のね教室にその子一人だけと、うん、うわぁ何それ、あ胸が痛い、で一緒に帰ろうっつって帰って、うわ、まあ、そのままね何それその子と付き合って、うん、まあゲームにハマって振られたと結局ね、そっか、ジュジュ、いやー、GG じゃねえよ、 GG じゃねえよ、さっきから、GG じゃねえよ、さっきから遠いんだよ、なんだよ GG って、どこ行ってんの、一番低いの誰、接近接近、おい佐々木これあげるよ、ありがとうです何それ、一緒にやらなすぎてちょっとなんかノリがよくわかんなくなった、ほんと久しぶりだな、引退中何してたの、え誰か待って撃たれたくさい、え、あどこ、なんだ何ごまかしてんだよ、ちょちょ、マジュンガマジュンガってなんだよお前、あそこ、あそこ、倉庫、倉庫、倉庫、おー一人倒した、ナイス、ナイス、一人なんかね、あれできたわ、あ、来てる来てる、手前まで来てんじゃん、あ、下のやつ、オッケー、一人、下のやつ、一人ロー、ナイス、あいつもめっちゃロー、今蘇生しようとしてるやつめっちゃロー、シレゲンとこもロー、ね、一発入ってる、あ、違う、ナイス、あとあと一人だぞ、チリゲンどこだ、アバー行くわ、倒した、チリゲン倒してない、どこいる、下、ここが、いや俺のとこ、危なっ、ナイスナイスナイス、いやそうだ、じゃあ次、じゃあちょっと学生時代は、あ、じゃあチリゲさん次、逆生時代、いやでもやっぱりなんだろうな、経験上、うん、いじりがきついのは一番きついのは中学校、うん、いじりいじめかいじりなのか、いじまあまあまあそこはね、うん、まあ受け取る本人次第っていうところはあります、まあそういうことだよね、うん、中学生が一番容赦ない、うん、中学見境ねえよな、そうそう、まあ、高校生になるともうちょっと社会性が出てくるから、うん、確かにけどなんか抑えるとか抑えてくれるんですよね、はあはあはあ、痛みとか、中学生はフルスイング、例えば何したされたんですかね、え、いやでも部室でやっぱガムテープね、すね毛されたのもあだし、うん、あとそうだな、あと授業中にねエアガンで撃たれたりしましたね、はっ、やばっいじめだよ、それはやばいよ、それよく先生撃ってたよ、そう先生がバン、それダメや、それ誰誰誰、え、佐々木先生撃ってたよ俺小宮先生撃ってたよ、小宮誰だ小宮先生って撃つな、ジャンパー置くよ、はい俺も置く、お前もう置くんかよ、どうするこれ、入るしかねえやな、右側行くか、じゃあ右側通ろう、右、いやこう挟まれてない、やばくない、いやいるいるいる、行くしかねえ行くしかねえ、一人めっちゃロー、弾のとこめっちゃロー、了解、回復がね、剣小杉大丈夫か、大丈夫じゃね、一応上、今一応上取れてる、鉄で固めた方がいいかもしれない、あーそこいるなおい、めっちゃロー、よし殺した一人、ナイス、はいオッケー、大丈夫、俺置いた、俺も置いた、いやこいつらにあやかるしかね、こい、いやー、うわあくっそ、なんだ横からもチンチコ、チンチコリン、ナイス、いや俺くたばリータモハメドよね
頼む、みんな頼む。あ、やばい、危ねえ。うわーマジか、ロー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 、あいつローだな、黒猫ちゃんロー。いやこいつは強えな、一人やった。頑張れチレゲ、お前次第だ。下に行くんじゃないぞ、やばい。あーそいつ、よっしゃー、やばい、やばっ、あー、やばくない、え、最後どうやって勝ったの、やば、え、感染10人だし、ナイス。すげえな。出ましたね。すげえ。引き伸ばし最強だ。いやー、ナイスですね。